いやいやもういつもお疲れ様です。でもあれ、でも俺すごいうっかりしたのね。やばいな、今週1週間でやられちゃう。え、どうしたんすか、うっかりしたんすか。やばいね。いや、なんか恐ろしいですね。暑いですか、ね、ああいうのが出ちゃうんだね。一番大事な一番って。いや、もういやでも単純にそういうもんだけど、やばいね。多分今やばい時期だと思う。なんかいろいろ、なんていうか、その全体的にひどいんですよ。だけで本当にひどい。自爆してんの。自分で負けにいってんだよね。ああ、まあ暑いっすか。暑いっ。なんで将棋ってこうちゃんとさせないんだろうね。弱くなっちゃうっていうか、分かってんのに。いやいやいや、もうお茶でも飲んでください。一番大事な一番でやっちゃうからね。いや、大事な一番でやったんですか。確かに。いや確かに。よかった。いやさ、もうちょっと数手前にちゃんと攻めてるかもと。あそこはもうちょっと互角だからですけど、なんていうか、勝ててはいないかもしれないけど、もう少し前がちょっと大反省ですね。ああ、でも、あの時はちょっと消耗したってこと？うん、吐きそうになったけど。吐きそうになった。いや。あの時吐きそうやん。でもあの時表情には出さないのはさすがだと思います。いや本当にやばい時って出ないんじゃない、人間で。おお、そうなのか。私の場合はかな。いや、さすがプロだと思いましたけどね、あのポーカーフェイスは。そうなのかな。うん、俺だったらもう誰が飲みとうっかりなんだからさ。俺でも出なくても関係ねえ。いやいや、すごいのは銀を持たれても気づいてないんだよ俺。相手が銀持っても気づいてないの。おお、27に打たれてようやく気づいてる。ようやく気づいた。うん、やばいよね。ああ、それは27銀と、打たれた瞬間になんか血が引くってやつ。あ、終わったなっていう感じだよね。でもあれでもまあ本譜ひどいじゃん、もうボロボロじゃん、うん、4八金ってやるべきじゃん、その勝負としては、ね、ああ、勝負としてはね、うん、でそれももう思い浮かんでんだよ別に、もちろん。でもやんないんだよね。だからもうおかしいんだよね。あ、動揺がね。動揺とか、うん、なんか、ですけど、本当に寝たような感じなんだよ。そのまずちょっとまずいなってなった時に、もっとひどいの選ぶんだよね。ああ、病気なんだよ。いやいやいや、マジ病気。まあ、暑い、ま、毎日続いてますからね。30代はちょっとやばいね、やっぱり。50代で頑張ってる人すごいわ。やばい。いや、俺もあの瞬間見て、ああ、これは何かが起きたんだなと思って、あれだったっすよ。でも、先生、持ち時間を死ぬほど使ってましたよね、最初。いや、それもったいなかったよね。あれはなんで？しょうがない、確認。うん、いやだからあれ、そこ、まあ、そう、全ては繋がってますよ、やっぱり。全ては繋がってる。全てが繋がってる。いや、うん、全てが繋がってるね。なるほど。全てが繋がっちゃったんですか。うん、悪い方向に全てが繋がってる。まあでも、でも、昨年ワースト1位ぐらいですか、あれ。まあでも、投資とかはね、そういうのは結構いっぱいあるけどね。うん、純粋アマチュアの人でもやるな、そのうっかりっていう意味ではそうかもね。ああ、確かに妻でも銀打つって言ってたね。あ、そう、それ強いね。いやそれ強くない。いやそれ強くない。いや言ってた。いや、それは強い、これ打つねって。それは強いね。うん、まあ4級あるからな。あ、4級あるのか。あ、4級あるのか。4級は強い。いや、一緒に見てて、ちょっとあれ、これ銀打つねって言ってた。それちょっと一週間振り返って言って。うちの妻でも言ってました。言ってました。いや、はじめさんに笑いを提供しちゃったな。いや、私もこれをどう触れていいのか分からなかったっす。
これは触れちゃいけないじゃん。でもなんか大優勢だったらもう死んでるけど、あまあその前が人か、いやその前が人ですよ。あちゃんと読んでる手をやってないの、その読んでて優勢になる手をあえてやんないで、自重したってやって、あそのなんか思考がもう良くない方に行ってんだよね本当に。いやだからなるべくしてなっただと思う。いや結構マジでそうだね、うん、あだからなんか納得のうっかりというか、納得のうっかり、うん、納得のうっかり聞いたことないやつですよ納得。うん、でもあれは確かに、いやもうすごい。まあまあまあ一回ぐらいはね、一回ぐらいは、一回じゃ済まないでしょ。でも大丈夫先生、一回で済みますよ。今まで人生でそんなことしたことないでしょ。いやでもやっぱ危ないんだよねきっと、その先手じゃないのに刺した人とかいるわけじゃん。だからそういう、まあ、危ない危ないんだもんね。まあ、年もあるからね、ミフとかさ。あ確かにマジで危ないんだよ。わかるわそれ、指差し確認しないとマジで危ないと思うか時間があればね相手に逃げちゃうよ君らしい。いやでもいっぱいいろんなこと考えた結果あるっすね。まああとそれこそさ、うん、持ち時間使いまくっちゃってるっていうのも一つの要因だよね。そろそろ急がなきゃでパッと打ってるわけだし、うん、それでもあの世界中のみんなはそう思ってたと思うんですけど。いやだから全部が繋がってる全部繋がってる、うん、いや使いすぎだぞっていう、持ち時間の使いすぎっていうのは、うん、だからプラス日頃の研究不足ですよね。なるほど。うん。いやだって全て繋がってん日頃の。何やってんだっていう。そう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 。控室の評判は。うん。いや本当そうだよ。でも別に。ひどいね。そうただただなんかもうむしろね、うん、来たけどやろうね。それは真面目なんだよな。真面目すぎてダメなんだよ。真面目すぎてダメなんだよ、うん、いやまあね、私も初めですからね。はじめちゃんぐらいこう気楽に気楽に来てた方がいい。適当に行かないと適当に過ごさないと。なるほど、勉強になりました。あのこの10分ぐらい取れちゃってるんですよ30分ぐらいになるじゃん。最悪だ消して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 ダメダメダメP 入るやつ P 何個か入って大丈夫です。ダメダメ絶対ダメ絶対ダメよ。ひどいよ。いやこれわざと回してたってこと。まあ最悪だ。それはダメ、それはダメだ、それはダメだ、それはダメだ。いやいやそれはダメ。いや大切本当ダメでしょだって。いや絶対ダメだ。いや優しく。あれダメだ。ピーです、ピーピー。ちょっと、せめて、編集権は私でちょうだい。編集権は、それはもう当然。大丈夫。ダメだね、大丈夫。他や。俺が大したら優しくしようと思ってたの。他はやばい。大丈夫、大丈夫。いるよね。優しくね。言ってそうだけどな。俺放送禁止用語普通に言いそうだったよ。ちょっと普通にあの3人のなんか自分一人だったら言ってるけど3人の前だからちょっとやめとこうと思って、で3人の前っていうかあの小野さんがやるからやめとこうなんですけど、初めさんの前だったら2人だったら言ってたのね全然。いやそんなもんだよね。いやそんなもんじゃないけど。いやでもあれは本当にちょっとどういう振りをしようか悩んでたんですよ。ここで最初からひっどいなーっていうか、ちょっと優しく包んでいくかっていう。でもね、わかる。体力だよね。体力。体力ってだから、いや、なんか、いや、だから全部繋がってんのよ、本当に。もう。いや、俺も。全部繋がってんの。
日頃の行いからダメなんだよ。だから本当にマジで、あ、日頃の行いか全ては。しかし37ギやって、あの5分か6分で飛ばされたら頭くるけどね、自分の即位戦法やってて。いや、まあまあ、でもあれ予想狙い撃ちされてんだけど、別に悪くなってんじゃん。 なってないんだよね。不思議なんだよ。不思議なんだよね。なんで相手が飛ばしてきてるのか分かんないっていう。いや、そうなんだよ。あれ評価値見て、あれ大したがいいよ、あれ大した、なんで大したがいいの、持ち時間ずっと使ってんだろうってね、思ったんだよね、見てて。で、大したに教えてあげたかった。大丈夫だよって、しっかり、まあ今、形勢いいんだから、しっかりって、このままいけばいいんだからって。そうなんだ。で、三五歩同歩同銀のところで形勢いいと思ってるんだよね。うん、でそこで、その後に、そう、だから6六銀逃げるところで、大兆候というか、要領さ良くなるなと思ってんだけど、良くなることだけは分かってんねん。おお。でも何がいい、正しいかが。でいろいろ読んで、6六銀だったと。一番あんまり、ね、一番無難すぎてあんまり良くない手選んでるね。そこで踏み込まなきゃいけないんだよね。で踏み込まなきゃいけないのも分かってんね。でも太一流を踏み込むんじゃないの？いつも。いや、そうなんだよ。だからなんか気弱くなってんじゃん。何かがこうちょっとずれてんだよね。うん、なんか太一さんは6六銀ってタイプじゃないと思ってたけどな。ミス。だって8二飛車6二金型を咎めるべく早めに攻めてんのに、うん、6六銀上がってその8一飛車型を作らせちゃってるっていうのを理屈で考えても6六銀じゃないなと思って2四歩がいいって分かってて2四歩がいいですねって結論になってて6六銀って逃げてる。あれは悲鳴でしたね、確かに。いや、だからちょっとひどすぎるね。え、あの後は家に帰って何したんですか？家に帰ってない。帰るよ、帰る。帰った。どうやって帰ったか覚えてない。ちょっと一杯でも飲んで帰るとか。どうやって帰ったか覚えてない。帰って、何したんだっけな。3、4時に普通に寝たんじゃない？おー、うん、そうだからですね。いや、だからその後悔するべくが、その、正直1、6かがそんなにダメージ受けてないんですよ。おー、どっちかっていうと。他のことに言ってもね、うん、全体的な。その少し前、その2、4分いかなかった方が、なんか後悔なんだよね。まあ、それは頭いい人の考え方っすね。俺とかだとなんかその手に対して考えちゃうけど、もっと前に原因があるんで、もっと前に原因があるってことはね、いや、取るのダメでしょこれは。いろいろ聞きまして取るのダメでしょ。これだけもうちょっとその、うん、カットだけはさすがにさせて、これもうちょっと編集権ありますね。編集権は編集権言っちゃいけないことをいっぱい言った気がするいや、ごめん、優しく言ってあげてくださいって話だった。それうまいね、うまいね、うまいね、まんまと、まんまと、まんまと黙って。その優しく言ってから、別にそ、いや、一週間振り返る時に言おうと思ってたのよ、その自分でね。そう、だからここであんまり言い過ぎるとあれだなと思ってたんだけど、うまく、なんかうまく全部を見透かされて優しく言われてんだ。優しく言ってください。ちょっとペラペラ喋り始めた。多分人に騙されると思う。いや俺すごい騙されやすいだろ。俺今まで人に騙されにくい人間だと思ってたけど、俺多分人に騙される人間だわ。いや気をつけよう。俺騙されるでも人間弱ってる時一番騙されるからね。そうだよね、うん、ちょっと俺今あの一番弱ってる時ポカしないブレスレットあったら買うけどね。本当にちょっと出そうかな。ちょっとポカ禁止っていう、ポカ防止のブレスレットあったら買うわ。本当でもいい話が聞けてよかったですよ。ちょっとマジでちょっと後で見返すやばいこと言ってるよね。マジでよ。いやでも、いやでもあそこはカットね、さすがに。大丈夫いや絶対無理。カットします。大丈夫ですか。大丈夫です、分かってますから。絶対やばい。優秀ですから、スタッフは。優秀なスタッフがいますから大丈夫です。それはもうさじ加減はもうお手の物でございます。ちょっとお願いします。それは優秀なスタッフが、あれは使っていいか使っていないかっていうのは素材はね、スタッフが。俺何言ったっけ、自分の思い出ない。今数分で何かもね。もう二度とポカするのやめよう。二度とポカするの、いや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 、取られちゃうから。取られちゃうから。確かに、いつもの私とは違ったもんね、ちょっとね。きっと。いや、だから放送上にそのひどいねは撮ってんのかなと思ってた。ああ、逆にね。でも、はじめさんも演技がうまいのかもね。うまいよ、俺。演技派だよ。演技。
え、でも、最初どうなってたんだっけ、最初なんて話しかけてきた。いや、先生お疲れ様ですから、ね、そうだよ、そっからおかしいと思ったね。何がお疲れ様ですかと思ったね。そんなこと言われたことない、言われたことないんだもん。でもお疲れ様ですって言われた時にもういじられてんなと思ったのか、あの嘘だのことをいじられ、いじってきてんなこいつとは思ったんだけど、いじってきてんなこいつとそれは思ったけど、知ってると思わないからね。え、だっていつ押したのこのカメラ、俺先、一番先に私この部屋にいましたよ。なんか、ね、うまくこうペラペラペラって一番先にここにいて、俺携帯いじってたからかな、見てなかったねそれね。ちゃっちゃっちゃっと、ひどいねお茶が美味しいね、美味しくないね一歩取りましたねオクラ、これオクラにしよう、オクラだ、これオクラ、オクラ、いろんなことあってね、人生いろいろです、人生いろいろあるけど、まあ頑張っていきましょう我々も。辛いっす人生そんな感じですかね。じゃあ、いや、これまだまだもうその動画の振り返りだと思ってるけど、もうこんなところは使われないと思ってるけど、そんなもう完璧ですか。そうですね、いやいや、でも結構歴史的なこう詰まされ方してるから、アゲマトーナメントみたいな話だもんね見たことない詰まされ方ですよ、これいや、だから4八金ってやるよね、だからそのままね、うん、そうね、もうダメでもね、うん、でも精神が来るんだろうね、いきなりパッて来た、そういうのない。いや、来てるよ、来てるけど、お茶飲む時間なかった、あった、で結構考えてたしね、多分その後。いやだから説明もつかないんだよね、やっぱポカは。うん、だから打たれるまで本当に分かってないんだもん。銀持ってどこに打ってくるのかなと思ってるからね、本当に。あるよね、確かに。え、首かしげながら打たれたとこない？いやでも早かったからね。おお。あ、今読みすぎちゃった。早いからね。まあだから16角は当然2七銀で大丈夫だと思ってるから、打ってきてる、あの順に踏み込んできてるわけだからね。そう。1六角が逆に打てたらひどいんだもん、後手が。あ、そうだ。うん。さあ、楽しく動画やりましょう。本当疲れちゃった。ちょっとちゃんとチェックしよう、それは。動画チェックしよう。ちゃんとチェックしよう。あ、放送禁止号やってなかったね。大丈夫です、大丈夫、全然全く大丈夫です。なんかやばいこと言ってないね活動休止しなくて大丈夫、俺大丈夫大丈夫大丈夫、全然ないよ、全く悪くない、一つもない、悪いとこ全部ピーって入るか、ピーってピー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 って全部いやいや、全部ピー、山崎ピー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 、確かにピーピーだね、ピーで書いてもらおう、ピー入れるから、確かにピーにすればね、みんな想像膨らましてね、確かに。でも独身術とかやられたらここにあれしてもらって、うん、口のところにあれしてもらってピーしたら、それなら大丈夫、それなら大丈夫、いや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 普通だもん、いやしないでしょ、いやしないよ、まっすーまっすーね、いや、いいものを取れましたね。じゃあ締めてください、まだ続いてるの、はい、そうですね、はい、こんなうっかりした仲間大地ですけど、はい、ありがとうございましたですか。いやいや、はじめさん責任持ってしゃべってください。いや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 、今後ね、ちょっとうっかりしないように皆さん応援していただけたらなと思います。じゃあありがとうございました。で、はじめさん本当人の不幸をさ喜びすぎじゃない。なんそんなに笑うっていうかさ、人が泣きっ面に蜂みたいなことになってんのにさ、そんな笑う、人の方がさ好きすぎない？やばいって、やばい、いや、これはまた叩かれちゃうな、私悪いやつだって。いや、そうなんだよね、こんなに笑うことなかなかないんだけど、やばいやばいんだよね、やっぱり人間ってそういう生き物なんだね。一緒になって泣いてくれるんじゃないの、普通は。一緒になって泣いてあげるよ。ああ、でもそういう気持ち、いや、多分、将棋界にいなければ、そういう気持ちになれてたかもしれないけど、将棋界にいたら、だんだん、こういう子になっちゃったもん、ね。そうなの？そう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 。いや、一番の、あれですよ、優しさですよ。
いや、そうではない。そうではないと思う。そうではないと思う。お疲れ様でした。いやいや、お疲れ様でした。楽しかったです。